郡山市を訪れている JICA 国際協力機構の海外技術研修員が品川市長を表敬訪問しました。 JICA の事業でアジアやオセアニアの各国から来日したのは10人の海外技術研修員です。研修員たちはそれぞれの国の政府機関や主要な病院で医療機材の管理や保守を担当していて、日本のノウハウを学ぶとともに文化にも理解を深めます。郡山市では海外技術研修員を35年前から受け入れていて、品川市長は学習と郡山での生活を楽しんでいってほしいと激励しました。Basically, hands-on experience on repair maintenance. We are here to learn about the effective maintenance and management of medical equipment. 研修員たちは6月14日まで滞在して、市内の東北エアウォーター福島支店で研修に取り組みます。50歳以上の市民を対象にした中高齢者スポーツ教室が始まりました。教室は蓬莱や郡山総合体育館で毎年開かれていて、60代70代を中心におよそ200人が参加しました。仲間と一緒に気軽に参加できるため人気のある教室で、申し込み初日で定員がいっぱいになったということです。教室は11月まで15回開かれ、この日はゲームの要素を取り入れた K スポーツや太極拳の講師による気功体操に汗を流しました。決まった動きじゃなくて、こう楽しみが入っている動きなので、やっててもあっという間にもう1時間が過ぎてよかったですよ、はい、ここでお友達も作りながら有意義に過ごしたいと思います。市民スポーツ教室は卓球や弓道などさまざまな競技で開かれます。詳しくは総合体育館かスポーツ振興課にお問い合わせください。毎年恒例の郡山シティマラソン大会が明日、郡山広瀬海星山陸上競技場をスタートゴールに行われます。今年で第26回目を迎えます郡山シティマラソン大会が4月29日来週月曜日に行われます。ぜひ大会当日は多くの方に応援に来ていただきたいと思います。郡山シティマラソン大会に今年は北海道から沖縄まで県内外から7648人がエントリーしました。今年からゴールが陸上競技場内に変更されたほか、小学生部門のスタート時間を8時半に早めることで一般ランナーとの混雑が避けられより安全になりました。当日の午前中は競技場周辺で交通規制が行われます。市では応援に訪れる際は公共の交通機関を利用するよう呼びかけています。